です。今日は11月9日。今日した方が良かったことは、お裁縫をしたり、お出かけをしたりすることでした。今日しなかった方が良かったことは、お酒を作ることです。明日は11月10日。明日するといいことは、お裁縫をしたり、土を動かしたりすることです。今年もあとこれくらいになってきました。一つ目のニュース。香港もようやく今週から涼しくなってきました。日本ほど紅葉があるわけではないんですけれども、コロナでみんな外国へ行けないので、香港内をいろいろ歩き回るようになったため、香港でも紅葉が起こる場所、香港でも紅葉する場所にはまたそれはそれで人が詰めかけるようになっています。ユンロンの方のタイトンという、これまでだったらイチゴの農園だったりブドウの農園があったりということで、農場があることでよく知られていた方面がありますが、そこのちょっとお山の方が綺麗に色づくことで知られています。そこで MTR バスは臨時バスを走らせることを決定しました。11月中の毎週日曜日ということで、一昨日から走り始めています。ロンピン駅からこの台東の方まで大人は 4.8 ドル計665番というのが走り始めていますので、今のところどのくらい色づいているかとか、どんな風に色づいているかっていうのはよくわかりませんが、もし珍しいバスに乗りたいなとか、ちょっとお山の方に行ってみたいなという方は、この限定バスを試されてはいかがでしょうか。2つ目のニュース。ついに今年、年越しカウントダウンが戻ってくることが決まりました。と言っても花火はどうやら戻ってくるわけではなさそうで、ウエストカオルーンのあの屋外パークを使ってなのか、もしくはあそこのちょっとイベント会場を使ってなのか、詳細はまだ見えませんが、香港フィルハーモニーオーケストラや、あとはいろんな歌手、今香港で話題で流行のミラーというグループも12人全員の出演が決まっています。こちら会場内には皆さん自由に入れるみたいなんですが、このイベントには抽選の券が必要で、たったの1500組3000名様のみのご招待となるようです。チケット抽選は来週の月曜日11月15日から24日までの間、実名登録制で、他の人へ譲ることはできないそうです。もう今飛ぶ鳥を落とす勢いのミラーが出るわけですから、とてもとても大変な倍率になるのではないかなと予想されます。当日も外れちゃった人たちが押しかけて、会場は大変なことになるんじゃないのかなというふうに思います。花火はありませんが、花火がある年と同じくらいというか、ちょっと多めの予算が振り分けられているそうなので、まあ賑やかな会になるんだろうなと思います。なお、このカオルーンウエストパークのあたりは今週末12日金曜日に現代美術館の M プラスがついにオープンします。こちら1年間は香港 ID 保持者は入場無料になっていますので、オンラインで予約をして行ってみたいなというふうに思っています。香港サイドから見ると、夜イルミネーションを使ったなんかこうアピールをしているみたいなので、香港サイドからもし見える場所にいらっしゃった場合には見てみるといいかもしれません。こちらはいつも写真でお世話になっている二郎総さん、総二郎さんがお撮りになった写真です。今週はちょっと明るい話題がお送りできてよかったです。本日のニュース終わり。